はあれですよ、アイズフロンティア言いたかったのに、はい、はい、アイズフロンティアさん2021、秋冬オータマのウィンターの新作をたくさんご紹介したいと思います。はい、今日ご紹介するのは、おー、なんか飛んできた、はい、あ、アイズフロンティアさんの帽子がまたかっこいいですね、はい、これかぶってやるっていうことかな、はい、かぶらないですねで、紹介するのはですね、はい、去年よく売れた、はい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 、ニット素材のワークウェア、はい、ワークウェアと、あとアイズフロンティアといえばデニムストレッチ、デニムストレッチのワークウェアをこうご紹介していきたいと思いますね、はい、まず私が着ているこれからご紹介していきましょう、はい、これは5380シリーズ、5380シリーズ、はい、はい、まあ、秋冬版ニット素材ワークウェア、はい、これは秋冬版ニット素材なんですね。そうやね、じゃあまずは特徴からお話しお願いします。はい、5380は超個性派ストレッチジャージ、うん、スポーツカジュアルモデルのワークウェア、うん、確かになんか本当にジャージっぽい生地で、去年のニット素材ワークウェアのリニューアル版なんですよね、はい、これ去年で出たんですか。そうはね、はい、去年出て、まあ、ちょっと今年変わった部分は、はい、このデザイン性とか、あ、こういうところ黄色とかこの配色の部分かな、はい、去年結構人気あった、人気あった、なるほど、はい、でリニューアル版なんですね。まあ、あとはニット素材なんで、まあ、特有の着心地、まあ、着やすさはありますけども、うん、これすごいなって思います。ニットなのに伸ばしても大丈夫、うん、大丈夫というかキックバック性が高いです。あ、なるほど。だからこう伸ばしてもすぐ戻る、うん、戻る、うん、だそういう部分で動きもあれなのかな、動きやすいと思います、はい、手を伸ばす時とすぐ戻す時とか作業がね、はい、しやすいと、わかりやすい。カラーバリエーションも3種類あるのかな、3色やね、3色、はい、はい、あります。私が今着ているのがヘザーグレー、そうやね、これヘザーグレーでちょっと立ってみましょうかね、はい、上と下とセットアップでラインナップございますね。これがヘザーグレーで、はい、あとは同じシリーズで黒、そうやね、ブラック、ブラック、ブラックも、パンツとジャケットあります、はい、もう一つその色が、はい、インターセクト、これデザイン性がすごい高いですね、これインターセクトっていう色なんです ね、去年もこのようなちょっとこうデザイン性のニット素材ウェアがあったんですけど、やっぱ一番よく出た、あ、そうなんですか、やっぱアイズフロンティアさん選ばれる方ってデザインというかおしゃれな方多いですもんね、個性派の方、はい、ちょっと中開けてみますね、うん、中はシンプルな感じなんですね、そうやね、うん、でここ、まあ、ロゴもね 色が出てる方ですし、後ろはまあこんな感じです、そうやね、はい、あ、ここ、うん、これなんですか、これやっぱりこう動き、あ、そうやね、肩周りが動きやすいっていう特徴があるんですね、うん、でここもポケットもありますし、うん、デザインがありつつ、機能性もあるし、ね、それとね、あと特徴パンツもいろいろご紹介したいんですけど、はい、ちょっと私見えないので、うん、かけてるこれをね、あ、そうでしょうか、はい、おー、はい、おしゃれなんですけど、うん、まあ、ここにポケットありますよね、ポケットここにもあるし、で、あとはここにもポケット、これがまたね、あの雨とか入らないようにカバーがかかってますよ ね、はい、こういうとこが特徴かな、白っぽいとか今年のグリーンかな、今年のグリーンとか白とかデザインを入れて、うん、そうやね、ちょっと待ってください社長、もう一つ私 見つけたんです、はい、この膝のところもしっかりと補強されてるので、る、ね、はい、ここ丈夫に作れてますね、うん、はい、後ろ見ます、後ろもポケットあります。この中にもう一つポケットがあって、うん、でこっちにもポケットがあって、そうね、携帯電話とかペンとか細々したものも入れやすいですよね、うん。おしゃれ。おしゃれ。入れないかな。はい。はい。じゃあアイズと言いますね。デニムストレッチ。私言いたかったんです。すぐ言うから社長。これも言いたい。言いたいですよね。はい、すいません。私と社長着てるものまた違うシリーズなので、はい、そうやね、2つ違いをまあご紹介したいと思うんですけども、はい。はい、私が今着ているのが5280シリーズです。はい。で、社長が着ていらっしゃるのが5430シリーズですね。はい。で、まず私の方の特徴からお伝えしますと、5280シリーズは、まあ、アイズのハイスペックモデル。
丈夫で柔軟なデニム生地っていうことで、柔軟、すごいストレッチ性あるんですよ。やっぱりね、違いますね、うん、はい、ストレッチ性で柔らかいし、着やすいし、はい、動きやすい、動きやすいです。特にこの辺、この脇あたりとか、ここやっぱり作業する、ジャージっぽく入ってる、ジャージ本当だ、うん、ここがね、あ、すげえ、やっぱ伸びやすい、うん、ね、ここすごい動きやすいです。まあ、あとはバッセンプリントということでデザイン性ですよね、うん、そうやね、うん、おしゃれ。5280シリーズに関しては2色展開ありまして、はい、こちら私が今着ているのがインディゴブルーですね、うん、そうやね、インディゴブルー、でそっちがスモークブルー、こっちがスモークブルーということですね、はい、うん、あとはパンツとなります。はい、でこれが、まあ、とりあえず私が今着ているものなんですが、はい、社長が着ていらっしゃるのが、5430シリーズです。これのやっぱり一番の特徴は消臭デニムということで、これすごいですよ、半永久的に消臭機能がある。あ、なるほど、はい、やっぱその冬でもやっぱ職人さんで、そうですよね、動くし、うん、汗もかきますし、これすごい、やっぱ匂い気にしはるやですよね、うん、で伸長率とか回復率は今ご紹介した5280シリーズにはちょっと劣ってるっていうのは書いてますが、でもストレッチ性には優れてる、そう、優れてるよ、どうですか、普通動きやすい、そっちがすごいに違うかな、ストレッチが、だそれが明確ですよね、うん、これもストレッチ性ありますけど、ここはもう去年とか毎年売れてるやつともう全然変わらない、はい、ストレッチ、なるほどなるほど、うん、まあ、あとはヴィンテージ感があったりとか、そうやね、うん、ちょっと粗い加工されてるのかな、だからミリタリーとライダース融合のデザイン、うん、ライダーさんとか、そうやね、カラーバリエーションとしてはこちらは1色、それね、インディゴブルー、うん、はい、1色です、うん、ということで、2つ今特徴をご紹介しましたけども、はい、まあ、選ぶという観点でいきますと、結構こっちは私はストレッチ性を重視されたい方はこちらだと思います、うん、こっちもストレッチ性はありますが、これに比べてこのね、そうね、脇のところですとか、あとちょっとさっきお伝えしてないですけど、うん、膝のところ、ここも、うん、ストレッチしっかり見えるかな、ありますので、動きやすい方を選ぶのはこちらかなと思います、うん、でそれに比べて、こちらの5430シリーズに関しては消臭、うん、消臭プラスちょっとこうタイトなシルエット、かっこよさを求める、そうやね、方はこちらを選ばれるのがいいんじゃないかなと思います、はい、ということでですね、この動画では今3種類ね、ご紹介させていただきましたね、うん、先ほど あのニット素材のワークウェア、はい、それからこのデニムのワークウェアを2種類、まあ、合計3種類紹介しましたが、はい、社長、うん、まあ、社長がこの秋冬作業されるのはどれを着てされるか、そうはね、ずっと春夏はデニム着てたから、やっぱ先ほどのニットウェアの、あ、ニットウェアね、はい、特にちょっとこう派手なデザインの、お、それをちょっと着こなしたいなと、似合うと思います、はい、頑張ります、参考にしてください。ということで、はい、この動画をね、ここで終わりたいと。終わりましょう。はい、はい、終わりますので、じゃあいつも恒例のあれで締めていきましょうかね。はい、じゃあ今日もご覧いただきましてありがとうございました。はい、それじゃあ皆さん、大末バイチュー。朝と行こうとさせたらめちゃくちゃいい。